木曜クラブ。木曜クラブは、かつて存在した自由民主党の派閥。通称田中派。会長は、名目上、西村栄一、二階堂進むだが、事実上のオーナーは一貫して、田中角栄であり、自民党を離党した後も常に、この木曜クラブを通じて、自民党を引いては、日本政界に君臨し続けた。旧自由党の吉田派から佐藤派。 集団会の流れを組む保守本流派閥。1972年5月に佐藤派の花井派として発足。その後佐藤派から独立し、同年7月7日、田中が内閣総理大臣に就任したことから、7日会として正式に田中派が旗揚げされ、西村が会長に就任した。旗揚げ時は佐藤派102名のうち、衆議院から40名。 参議院から41名が参加し、合計81名の大派閥であった。派閥の特色としては、田中が首相在任中に日中国交正常化を成し遂げたこともあり、台湾、中華民国とは距離を置く親中派が多かった。また、道路や郵政などの公共事業による集金、集票力のある利権と深い関係を持つ、族議員が圧倒的に多かった。 また、議員数の増加によって、自民党内のすべての政策部会に、俗議員化した田中派所属員を抱えるようになると、地方自治体の主張などから、田中派に所属すれば、地元からのあらゆる陳情を派内で処理してもらえるという、暗黙の了解が形成されるようになり、田中内閣法会後も求心力を維持し続ける、効果をもたらした。田中は、自らの派閥を、総合病院と評した。 1976年、派閥のオーナーである田中と、派閥幹部の橋本富三郎が、ロッキード事件に関与したとして逮捕される。逮捕直後に、田中は、自民党離党届となのか、会大会届を提出する。取り調べの後に保釈された田中は、刑事被告人ながらなおも、実質的な七日会のオーナーであり続けた。田中と田中派が、世間から厳しい目を向けられたこの時も、 派閥からの脱落者は一名も出さず、田中派の結束の強さを示す。しかし、これは裏を返せば、田中に立てついたり反目すれば、政治生命を脅かす報復が待っていることの、現れとも見られた、この時の選挙で、初当選した、相沢秀幸は田中張りを断ったため長く、礼遇されたと言われる。1977年、党内の派閥解消の流れで一時、7日会の、 看板を下ろすが、翌年の福田竹を大平正義による総裁選を境に、派閥活動を復活させ、政治同友会会,会長西村栄一を発足させた。1980年、政治同友会から木曜クラブに派閥名を改め、選挙で落選した西村に代わり、二階堂が木曜クラブ会長に就任。かつて佐藤派が、 木曜研究会という派閥名だったことが由来している。木曜クラブへの衣替えと同時に、田中は積極的な派閥拡大を進め始める。刑事裁判とロッキード政局の長期化により自民党副党が叶わない田中は自民党周辺居住者と自称しながらも田中を掌握し、船田中派や水田三清派などの旧中間派、無派閥議員を 次々と田中派に入会させた。1980年には99名、その後も入会者を増やし、ロッキード事件第一新判決の年の1983年の総選挙で自民党が大敗する中で田中派は2人の議員を減らしたにとどまり、ただし各選挙区に田中派の候補を大量擁立していたため、田中派の落選者も多かった。 1984年には118名と、田中派は年月を減るごとに、さらに膨張していった。このため、同派は、田中軍団と呼ばれて、政界の内外で恐れ得られるようになる。太平、鈴木善光、中曽根康弘政権樹立の大きな原動力となり、総理、総裁を目指すには、田中派の協力なしでは、不可能と言われていた。しかし、この頃から派内で、 他派の候補ばかりを担いで自派から、総理、総裁を出さないのは、士気が下がるとの声が漏れるようになった。田中は、自身の影響力低下を恐れ、また将来の復権を考えていたため、田中派内から自分にとって変わる人間、つまりは、竹下登の総裁選出馬を許さないと考えて、いたと言われる。しかし、田中の意を対して、竹下を押えつける立場であった。 二階堂進む会長自身が、党内の半中曽根派の思想に乗って総裁選出馬の意欲を一時示す、二階堂擁立構想など、自前の総裁候補を出そうという機運が、派内に充満した。1985年に、竹下を擁立する、派中派の、創生会が、金丸新、橋本隆太郎、小沢一郎、梶山清六らによって結成された。当初は、 勉強会だという表向きの説明を信じて、容認していた田中は、爬虫派と知るや憤慨して、激しく押さえつけたが、直後に、脳梗塞で倒れた。田中が一線から退いたことで、花井抗争が激化する。二階堂は、江崎雅美、田村元、小坂徳三郎らを要し、木曜クラブ会長であることを盾に、自身が田中派の総裁候補であると発言。 総裁選出馬を匂わせると、総政会グループがこれに猛反対し、さらには、総政会結成を通列に批判し払いの一本化を目指す奥田啓原の中立グループが形成されるなど、木曜クラブは完全に分裂した。1987年7月、木曜クラブから120名が参加して、竹下派、形成会結成大会が行われた。二階同系だった。 田村グループや奥田原中立組も竹下派に参加し、木曜クラブは完全に衰退。大派閥としての地盤は竹下、金丸ラインの形成会に引き継がれていった。木曜クラブに残留した二階堂会長、江崎、小坂、山下ガンビらは以降二階堂グループと呼ばれ、引き続き独立勢力を維持したが、少人数で閣僚ポストの獲得も、 ままならず、政界への影響力は低下した。この時、小沢達夫や後藤田正春など、竹下、二階堂どちらにも組みしなかった議員もいた。1990年の総選挙で、田中角栄、小坂、久野忠春が政界を引退し、ただし、久野は一回落選している、安岡沖春、田中の女性である、田中直樹が落選。大量に所属メンバーを減らしたことで、 同年2月木曜クラブは解散を表明し、田中誠治の終焉を告げた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。